パーチャマでございます。さっきの続きね、もう一試合行きましょう。おかわり、ちょっと82は俺ちょっと俺は 体力82しかないんで、ちょっとこれはね、心細いんで体力回復しておきましょう。これでいいかなと。まあ、これでなんかあれやもんな、変えることができないね、このゴールデンバランスは。でも変える必要もないのかな。何がいけない。割とでもディフェンスああそっか、戦術を変えればいいのか。割となんかこうディフェンスがさ、何もできない感じっていうか、人数が少ないからか、何もまだできてないんだよね。もうちょっと前で、ちょっとラインが低すぎるのかな。結構かね、バイタルぐらいまでスルスルとボール持っていかれて、そっから最後スルーパスみたいなさ、バツパスなのかわからんけど、ポーン通されてパーパーパーって感じだから。相手ブッフォンか、怖いね。メッシーが何するかやな。ちょっとメッシーのね、活躍をね、今日はとにかく見せたい。もう勝ち負けもそうだけど、メッシーが勝利に導くところを見せたいね、みんなに。あれ、今のディフェンス、ちょっといいディフェンスだったかもね。後ろやでと見せかけて、中に入ったところを狙うみたいな。はい、あっ、崩れた。OK、あの体勢からパス出すからね。早いな、この人。おいー。OK。よいしょ、ナイス。ここ走ってきた。あ、ベンちゃんがぶつかってる。走り出し見たんだけど、ファール。あ、ない。あ、ファール。今ちょっとね、ベンちゃんがいい感じでね、ボール取った瞬間にパーなってたんだけど、ディフェンスとぶつかっちゃってた。それはパス取ら、受け取れんわな。あ、ナイス、これ。これ大丈夫だよね。オッケー。割とあれやな。あれ、これ、もしかしてさ、そのメンバーの、なんていうの、チームのレーティングみたいなのあるじゃん、能力。それが、ちょっとマッチング、関係してんのかな？ OK。なんか、さっきから結構強い人来てるような。あ、来た。いやー、違う。ベンちゃんだ、ベンちゃん。さすがにこれシュートないか。いやでもこういうことがなんかできるよ、メンツがいいからか。よっしゃ、メンツがいいからやっぱ能力がいいんだろうね。よいしょ、ここは通す。はい、あ、いった。メッシ行け。ダメや。あそこ何があるかな。中向けないんだよね、俺あれ。テクニックがないからさ、中向けないんだよね、あそこで。ここ走ってほしいね。あ、いいね、メッシがめっちゃ抜けていく。さすがにやっぱそこはケアしてくるぞと。欲しいな。あれ、×だけど三角の方がいいのかな。精密スルーパスとかで。あ、やばい。OK。いや、間に合わない。あ、でもまだいる。いいよ。ほらほらほら。OK。めっちゃ守るやん。うちの守備陣めっちゃ硬いやん。これ怖い。ナイス、ベラッティ。ベラッティちっちゃいから怖いけど。危ないね、これ。あれ、入るのか。ちょっと怖かったね、今ね。割とあっち空いてたよね、今。狙った方。あ、そうでもないか。あ、でも端行ってたら無理か。怖いね、これね。俺もどんどんミドル狙っていきたいけど。OK。あ、これ怖いね。また来る？ OK。いやー、これは丸の方が良かったな。お、ナイス。はい、フォーメーションが変わってちょっとやっぱ攻め方変えなきゃいけないから難しいね。早くこの 4-3-3 になれればいいんだけど、攻めも守りも、もうクロス上げるしかないのか。
サイドでね持っちゃったらベンちゃんが、ベンちゃんやっぱケアされてるな。これ縦行かれたら怖いね。これ縦行かれたら怖い。これ誰か見ないと。オッケー。いやー間に合わない。中かな。お怖い。いやいいパス、いいパスだね今の。え今の何ボタンなんだろう。なんか結構グイーンっていったよ。普通のクロスじゃないっぽいね。何パスなんだろうあれ。R2 とか精密パスじゃなくて、あの速いあの強いパスあれかな。メッシがちょいちょい抜け出してるんだけど、これとかさ通るからね。いやパシュート。ナスリ、まあ、ナスリのせいにするわけじゃないけどさ、やっぱりなんかね、他の選手だったら違ったのかなって思っちゃうよね。まあもちろん俺のプレイングもあるんだけど、あこれはこれ怖いね。よっしゃ、いや危ねえ。さっきのまたクロス来たら怖いわ。はい、よいしょ、いいねいいね。メッシ中向きたい。中向けないんだよね、あそこが。あそこか、そっか、あそこでシューキャンで止まるやつか。あ俺ゴール。ちょっと今よくわかんない、よくわかんない動きしちゃった。もう 何していいかわからなくなっちゃった。あ取れそう。結構頑張ってるな、やっぱ。ここ人数かけたくないよね。メッシが すごい戻るな。メッシどうしよう。でも守備なかったらきついしな。でもメッシの体力は残しておきたいよね。これ上がんなきゃいけないもんね、メッシ大変だな。邪魔だな。ここなクロスしていくか。これいや、えベンちゃん一応斜め前、あ入ってなかったかな。まさかうちのベンちゃんがあんな見当違いのヘディングするわけないよ。そうだそうだ、俺だ。意外にいるじゃん。この人もやっぱ結構レーティング高かったからいいメンバーだよね。おっと相手もなんかちょっと困惑気味やな。これベンちゃん、あ届かなかった。これ勝ってくれ。ナイス。パストーレだったらいいんだけどな、そこも。おいしょ。あ違う、今のはちょっと無理してたわ。ほらメッシディフェンスもうまいからな。あ取れそうだったら今突っ込めばよかったかも。 OK。おお、なんかこれ、なんかこれ緊張感のある攻防せめぎ合いしておりますけども、でもやっぱあれやな、メッシが抜けるな。あそっからなんかこうチャンスを演出していきたいところ。 OK。 あいいんじゃない。いやーか、そこいつもねカーソルの、あ来た、なんかと見せかけて自分で行くパターン。 OK ナイス。おナスリ、いや何だったんだ今の。ナスリじゃなかったのかな。はい、おほら誰とんねんそれは。ここビルドアップ大変だね。よし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 、あもう行くか。あバルザンリやっぱ最強やな。お取れる取れる。いやー、おおうまいね。テクってくるね。 OK、 あ来たメッシ来たよ。あ惜しい、さすがにあそこは抜けない。もうちょっと早いタイミングでターンしないと。マイボー、マイボー、これ絶対マイボールにならんな。
あ、やばい。いや、取れないんだよな。あれ、足で罰を押したら取るのかな。あ、やばい。浮いてたな。勝てんな俺マジで。なんでこんな勝てんくなったんだろう俺は。このメンツを手にしてからなぜこんなに勝てなくなったんだろう。やっぱリーガのチームでマッチュイディとの共存は無理ってこと。この褒め、そうマッチュイディを入れようと思ったらこの褒めなんだよ。この褒め、でもまあ強いっちゃ強いからな。入るんだな、ダニアウベス。これがあれか、あ、いうエフェクトのやつか。点入った後すぐ逆転しやすい、しやすいってやつかな。俺絶対入らんと思ったもんな。あ、アウベスかと思って。アウベス入らんわと思って打ったら入ったわ。しかもめっちゃいいのが。OK。ナスリ頑張れ。ナスリはね、ちょっと、ケミストリー合わせみたいなね。ケミストリーを100にするために呼ばれたみたいなさ、人数合わせみたいな言い方されてるから、そこはねなんとか払拭してもらいたい。怖いよこれ。今の何だったんだろう。丸2回押したのかな。ワウベスが映っとるわもう。よいしょ、ベンちゃん頼むよ。お、ナイス、オッケー。あれ、はい、いいね。これベンちゃんじゃない。メッシに、メッシに、クソ、メッシに出せれば今。お、やばいやばいやばい、これやばいよ。取れる、ナイス、ベラッティ早い。メッシ、メッシがどんどん中入っていきます。なんかメッシなんかいろんな他の人がしないいろんな動きをさ見せてくれるから、ちょっとなんこれやったらどうなるんだろうみたいな。よくも分からずなんかドリブルでコネコネして取られてるっていう悪い今、悪い今状況ね。メッシのスタミナどうなんだろう。あんまりディフェンスいかないでほしいけどな。あ、これやばい。お、ナイス、はい。あ、ずれたかな。ここな、マイボーだよね。 OKOKOK、 はい、ナイス。いや通るからな、こういいパスが。ベンちゃんも使っていこう、これいいね、いいね、いいよ。どう、来た、頼む、ベンちゃん、よー、ベンちゃん神ってる、ベンちゃん神ってる、マジで。おー、よいしょよいしょ、いや、かっこいいな、ベンちゃん。これ、神ってたよ、これ。いや、いいね。いや、いいね。しかし、メッシが活躍してないと。ナスリの方からビルドアップして、最後、バイタルあたりで、メッシに出すみたいなのが一番いいのかな。取れる？いや、無理か。ここ簡単に通されてるね、マジで。OK。危ねえ。どうでしょう。あー、分からんな、あそこドリがちょっとできないと無理だね、これね。この 4-3-3 はちょっとやっぱドリブルテクがちょっとないと無理だね。あ、やばい、よっしゃ、ダニア・ウベス大活躍。一人入ってきたか。OK、 いや頑張れ頑張れ頑張れ。 OK、 いや無理、よし、押せ押せ、 OKOKOK、 危ない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 、まだまだ続くぞ、まだ続く。よし、なんとかクリアしたい。いや、 なんでこけたんだ今。うまいなこの人。 OKOKOK、 蹴って、ちょっとライン上げよう、ライン上げよう。 OK で、バーン、ベンちゃんで、ベンちゃんが勝つ。あ、無理。あ、ベンちゃんもう一回。あ、ちょベンちゃんどうした、暴走してるよ。これやばい。よっしゃ、ナイス、キエリーに強い、パスもうまい。メッシどう、通る、来た。おいおいおい、メッシのドリやばくねえか。メッシのドリやばくねえか。いや、メッシのドリやばくない。
で、あの辺の、あの辺でシュートが入るっていう技だけど、俺、根幹の打ち方って R2 でいいんだよね、確かね。コントロールシュートで45度だよね、来た。あ、もう一回押してた。もう一回押してた。よし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 。いいね。あ、今のディフェンスちょっといい形だったかも。OK。あ、ナスリもう、あ、走れるね。おぉ。ナスリ変えようか。ナスリマルシャルに変えよう。マルシャルのスピードやばいよ。90超えてるから。はい。で、メッシとかはまだいける。ナスリとマルシャルでしょ。変える人いないんだよね。あ、マルシャルが入ってないわ。こんなことある。センターバック2枚も入れちゃってるよ。で、サイドバックも。これダメですね。ベンゼマ、これ変える人はパストーレ変えるか。CAM。イスコだったらいけるかな、これ。いけるよね、多分ね。ベラッティとのちょっと相性が良く なくなるのか。まあいいや、この時間だから。スタミナある方がええやろ。オッケー。よいしょ。メシあー、やっぱ根下ばっかしてるな、俺もう。普通にズドンでよかったかもしれないな。今のは。メシ頑張れ、メシ頑張れ。よっしゃー、ディフェンス前。なんだこの、何の鳥だこれ。勝ったで勝ったで。しかしメッシはうまく使いこなくすことはできなかったと。メッシのテクをやっぱ覚えたいね。うん。まあでもメッシまだ 8.2 か。キャプテンやってんだ。もうナスリもいいね。で、イスコ。あ、まあイスコは入れたばっかだ。パストレが7-1。まあ全然いいじゃん。やっぱ勝ったから全体的に。まああの1点はちょっと嫌な1点だったけど、なんとか勝つことができましたな。うん、ちょっとやっぱトレーニングでテクを練習した方がいいね。メッシだったらできないテクないでしょ多分。ということでがぜんね、メッシが当たってがぜん FIFA が面白くなってきたチャマでございます。まあ、今日は特別に2本でしたけども、まあ明日からはまた通常通り1本ずつかなという感じでございます。ぜひぜひ、ウィニングイレブン、FIFA どっちも、サッカーゲーム好きな人、サッカー好きな人は見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。